皆さんこんにちは。フェーズワンジャパンの永井と申します。今回の動画のご視聴も誠にありがとうございます。今月もこちらのチャンネルでフェーズワンジャパンの最新情報をお届けしてまいります。最後までご視聴よろしくお願いをいたします。はい。早速なんですけれども、今月ご紹介する動画のテーマでございます。後ろのモニターに出しましたけれども、今月は CPO、メーカー工場整備品のご紹介となります。初めてこの CPO、メーカー工場整備品というキーワードを聞かれた方も多くいらっしゃるかもわかりませんけれども、まずこちらのキーワードからご紹介をしてまいります。CPO とは、Certified Pre-Owned の頭文字を取った3文字、CPO となります。日本語でお伝えいたしますと、メーカー工場整備品という意味合いとなります。メーカーの例えばデモ機ですとか、もしくは下取りで出されたアイテムを工場で一旦整備をして、そして1年間の保証をつけた状態でマーケットに再度投入する、皆様にお届けする。少しでもお得に、お手頃に、お求めやすい価格でお届けするといった、そういったの整備品となってまいります。日本では、高級車のディーラーさんなどで最近使われていることが多いように感じます。メーカーの工場整備品というような表現で少しでもこう安価に、お求めしやすくよというような状況で認識されている方もいらっしゃるかもわかりません。で改めて、フェーズ1ジャパンで、どのようなプロセスで再度マーケットに投入をしているのかというところを本日ご紹介できたらなと考えております。その認定のプロセスのご紹介となるんですけれども、フェーズ1としましてはこの9つの細かなプロセスを経て改めて皆様のお手元にですね、この整備品をお送りしている、お届けしているという状況となります。一つずつ見ていきたいと思います。9つの認定プロセス、一つ目がまずハードウェアのすべての検査。二つ目としまして、クリーンルームで内部の検査。三つ目、フォーカスの精度を検査。1、2、3でこの大きな検査が三つ走るような状況です。四つ目に、徹底したメカニカルのテストが入り、五番目、電子機器のストレステスト。六つ目に、キャリブレーション、そしてファームウェアの最新のアップデートと。いったところが続けて工程として入ります。で後半、7つ目にテスト撮影、8つ目に画像品質の検査、そして最終的な品質保証というところで、9つの認定プロセス完了となってまいります。この9つの安心安全のプロセスを経て、改めてマーケットに投入という形になりますので、メーカーの工場の整備品、いわゆるこの中古なんじゃないかなとか、程度の悪い劣悪なものがですね、手元に来てしまうんではないかなというところを危惧したり心配したりする方もいらっしゃるかもわかりませんけども、そういったことは一切ありません。安心のメーカーの認定プロセスを経て皆様にというような状況となります。ですので今後フェーズ1の CPO というキーワードを聞かれた場合は、この9つのプロセスを経て改めて皆様にお届けしているというところでご理解いただければと思います。プラス情報としましては、こういったハードの機材、9つの認定プロセスを経て皆様のお手元にという状況です。例えばバッテリーですとかケーブルの消耗品などは新しい新品のものをお付けしております。ですので、デジタルバッグを、例えば IQ の3、2、1、1つ前の世代、2つ前の世代のものをお求めになられた時もですね、消耗品に関してはケーブルやバッテリーに関しては新しいものが入ってますので、より一層安心してお使いいただけるのではないかなと、そんなふうに思います。はい。で続きまして、今の説明は分かったと、9つのプロセスを経てるんだねと、安心だねというところをご理解いただけたんではないかなと思うんですけども、実際に在庫、どこにどのように問い合わせ、どういったものがこう今、用意があるのかというところのキャッチボール、情報のピックアップになると思うんですけれども、そこのこのご案内を進めていきたいなと思います。
まず毎月1回ですね、デンマーク本国からフェーズ1ジャパンの私どものスタッフ宛てに情報が届くような仕様となっております。後ろにモニターに出しましたけれども、直近今のこの情報ですと2021年9月16日のアップデートの情報となります。細かな見方、確認すべきポイントを皆様と、洗っていきたいと思います。まず、矢印の箇所ですね、 IQ3 の5000万画素のところに今矢印が届きました。IQ3 こちら5000万画素です。白黒タイプなどではなくてスタンダードのデジタルバックという意味合いのスタンダードという表記となっております。そしてマウントタイプが最新の XF ボディのマウントですというような状況です。つまり IQ3 の5000万画素のスタンダードタイプの XF マウントが今本国に数台何台あるといったところがですね、情報として毎月1回担当に届くような仕様となっております。そこから日本の販売店様に共有したいですとか、あとキャンペーンが走ったりですとか、今ですとクォーター4ですね、2021の Q4 のプロモーションが走ったりだというような状況となります。ですので、実際にこう探したい、探してほしい、アイテム、何マウントでとか、例えば画素数でなのか、あとは CMOS タイプ、CCD タイプ、センサータイプで選ばれたりですとか、まあ、いろんなお客様のですね、要望やニーズというのは、多岐にわたると考えております。ですので、担当の者にですね、5000万画素の CMOS タイプ、XF マウントを一つ、少しでも安価に揃えたいんだ、だとか、このマウントでというような人数要望などもあるかと思います。ですので、この後ですね、一番最後のスライドでお出ししますけれども、私どものアドレス宛てにご連絡いただければ、常にこうコミュニケーションを図りながら、今はこういったものがあるよと、こういったことであればこういったアイテムでしたらご紹介できるよといったところをですね、都度キャッチボールさせていただければなと、そんなふうに考えております。とりわけ多いのが、例えば V マウントだとかコンタックスマウントだとか、そういったマウントを探してほしいというようなニーズなどもあるんですけども、現実的にどなたかがこう手放さないと、そのマウントは整備品として出回りませんので、V マウント、コンタックスマウントは過去数年、現実的に出てきていないというところが現状となります。ですので、CPO としてお届けする機会が多いのは、どうしてもマウントとしました、XF マウントというのがメインとなってきているような、そんなふうに感じております。はい、ではここでデンマーク本国が作成いたしましたこの CPO の紹介ムービーが整っております。日本語字幕もお付けしておりますので、皆様と改めて確認したいと思います。ではこちらの動画をご視聴お願いいたします。 Purchasing Phase 1 Certified Pre-owned Equipment is a cost-effective option to get the unparalleled image qualityThat Phase 1 is known for. All pre-owned equipment goes through a rigorous 9-step certification process. First, there are internal and external functional inspections for signs of wear or impairment. Then, each digital component is partially disassembled, cleaned and reassembled as new. The digital sensor's mounting plane is adjusted to ensure perfect factory focus and precision performance. Each component then undergoes performance tests for all moving parts.Stress tests are carried out to ensure that all integrated boards, processors, and interfaces are working to new standards. The entire system is calibrated and firmware is reinstalled, updated, and verified. All ISOs, shutter speeds, apertures, and storage options are tested in a laboratory setting. Afterwards, test capture images are inspected to ensure that their quality meets the standards of Phase 1's image quality. And finally,The QA department performs additional independent tests in real-world scenarios. Click to learn more and book a personal demo for Phase 1 Certified Pre-owned Solutions. いかがでしたでしょうか。本国のデンマーク側で作成いたしました動画のご紹介でございました。約2分ほどの動画、私が駆け足でお伝えした内容をより分かりやすく動画としてご紹介できたのではないかなと、そんなふうに思います。次の内容です。いつも通りのご紹介になるんですけれども、フェーズ1ジャパンの公式 SNS のご紹介、インスタグラム、フェイスブック、ツイッター、そして YouTube となります。
本日ご紹介いたしました CPO の例えばキャンペーンですとか、例えば販売店様のプロモーション含めて、私どものこの公式の SNS で、週3回月水金情報をお届けしておりますので、引き続きご注目お願いできればと思います。この機会にまだフォローされてない方に関してはですね、ご登録お願いできればと思います。はい、途中でお伝えしましたけれども、お問い合わせ先フェーズワンジャパンのメールアドレスも改めてのご紹介となります。 japan@phase1.com です。こちらのアドレス宛にご連絡をいただければ、今でしたらデンマークにこちらの整備品がある、例えば XF のボディが何台、レンズがいくつ、例えば 80mm、マクロ、広角、望遠というような情報も都度回答するようにいたします。コミュニケーションのスタートとしてご連絡をいただければですね、私どもからタイムリーに回答するようにいたしますので、皆様がお探しのアイテム、 XF ボディとマクロレンズと5000万画素の CMOS センサータイプを少しでも安価に揃えたいんだけどどうすればいいかなとか、具体的にご要望アイテム等々見えておられたらですね、私も宛にご連絡をお願いできればと思います。ぜひ、japan@phase1.com にご連絡をお願いいたします。今月の紹介内容としましては以上となります。今月のテーマは CPO メーカー工場整備品といった内容でございました。この後、例えばまた作成します動画でキャンペーン、あとは今の時期ですとちょうど先ほどもお伝えしましたけれども、クォーター4、2021年の Q4 ですね。例えばまた2022年スタートさせて、新しいキャンペーンが走ってというような場合などもですね、あればこういった SNS、もしくは動画を通じて皆様にお届けするようにいたします。変わらずこちらの動画チャンネルもですね、ご注目いただければと思います。それでは今月の動画のご視聴も最後までありがとうございました。引き続きよろしくお願いします。次の動画でぜひまたお会いしましょう。よろしくお願いします。失礼します。